ジェノバと軍港ラスペツヤ両都市を含むリグーリア州はイタリア北西部に広がりフランスとも接しているクロック作戦は第二次世界大戦の地中海攻防戦が繰り広げられていた1941年2月9日イタリア本土の軍港ジェノバなどに対しイギリス海軍 H 部隊が艦砲射撃と空襲を観光イタリア王国の諸施設に大打撃を与えた作戦 および戦闘のこと。グロックとは、イギリス海軍が船員に支給していたラム酒の水割りである。1940年6月に、イタリア王国が数軸国として参戦し、地中海戦線が形成された。地中海におけるイギリス海軍の主力艦隊は、アレクサンドリアと拠点とする地中海艦隊と、ジブラルタルを拠点とするエイチ部隊であった。イギリス海軍と、 イタリア王立海軍は7月9日のカラブリア沖海戦で主力艦同士が激突したが決着がつかず、あとは双方とも小規模艦隊の海戦に終始した。11月10日、地中海艦隊の総攻空母イラストリアスから発進した艦上攻撃機ソードフィッシュはターラントワンに停泊していたイタリア王立海軍の戦艦3隻を戦闘不能にする。 地中海のパワーバランスはイギリスに傾いた。ところが、同盟国を支援するため、ドイツ空軍が地中海戦線に投入され、1941年1月10日のエクセス作戦でイラストリアスが1 0 87ス通過の急降下爆撃で撃破される。ス通カが猛威を振るい、地中海の戦局は再び流動的になった。ジェノバ砲撃に関しては、1940年に、 フランス海軍による成功例もあったので可能と思われた。この作戦よりも少し前にジェノバ攻撃であるリザルト作戦とその建制作戦のサルデーニャ島のダム攻撃であるピケット作戦が実行されたが、前者は天候不良のため中止されていた。1941年1月31日、イギリス艦隊は以下の3つのグループでジブラルタルから出撃した。 出撃後、グループに及びマレーヤと、その後 A のエンカウンターとジュピターは分離され、それぞれの合流地点へ向かい、残りのアークロイヤル以下の艦艇は、サルデーニャ島のティルソダムに対する攻撃隊の発進場所へと向かった。2月2日、アークロイヤルから魚雷を搭載した、ソードフィッシュ発揮が発進しダム攻撃へと向かったが、悪天候のため攻撃は失敗に終わり、 ダムに命中した魚雷はなかった。また、対空砲火により一機が撃墜された。攻撃隊の収容後、マレーヤと合流して、リザルト作戦の実行に向かったが、悪天候のため駆逐艦では、被害も出始め、グループニット合流互換隊は反転し2月4日に、ジブラルタルに帰討した。実施されなかったジェノバへの攻撃は、クロック作戦として数日後に、 再び実行に移された。2月6日、部隊は2つに分かれて、再び出撃、洋上で合流して発見されないようにしながら、ジェノバへ向かった。2月9日、早朝、アークロイヤルから攻撃隊が発進した。攻撃隊は、リボルのピサを攻撃しラスペツヤコー入り口に嫌いを投下した。7時14分、ジェノバ沖に到達した戦艦マレ巡洋戦艦レナウンは、 ジェノバ砲撃を開始した。さらに軽巡洋艦シェフィールドも砲撃に参加し、3隻はドックや造船所などを砲撃した。1時間半にわたる攻撃後部隊は退避を開始した。この砲撃で5隻の船が沈み、18隻が損傷した。人的被害は死者144人、負傷者272人であった。この時ジェノバでは、 戦艦海洋デュリオの修理が行われていたが、そちらには被弾はなかった。2月8日にバレアレス諸島の南で空母から発信したはずのイギリス戦闘機の目撃情報があり、イギリス艦隊は未発見であったが、イタリア王立海軍はイギリス艦隊が出撃中であると判断して、ラスペツヤとメッシーナからアンジェロ・イアキーノ・提督率いる艦隊を出撃させた。ラスペツヤからは、 戦艦ブットリオベネとジュリオ・チェザーレ、アンドレア・ドーリアと駆逐艦8隻が出撃した。メッシーナからは、従順洋艦、トレント・トリエステ・ボルツァーノと駆逐艦2隻が出撃した。両部隊は2月9日朝に、ボニファシオ海峡の西で合流する。ジェノバ砲撃の砲とイギリス艦隊の機能を遮断せよとの命令は遅れて、届き、それまでイヤッキーノは、 敵がいると考えた南西へと向かっていた。命令を受け取ると、イタリア艦隊は北上し、カップコルスの西に空母を発見との報告が届くと、そちらへと向かった。しかしこれは、誤報で実際は、フランスの戦団であり、攻撃直前になって、イタリア側はそれに気づいた。その後、実際に、イギリス艦隊が通った、フランスのプロバンス沿岸へ向かうも、すでに手遅れであった。 H 部隊は2月11日にジブラルタルに帰投した。イギリス側の損害はソードフィッシュ一機のみであった。ありがとうございます。